協業所は高速道路上に設けられた車両重量を計測するための施設。トラックや商用車向けに設けられていることが多い。特に農作物の収穫期に合わせてトラックを監視する目的で設置されることが多い。施設内には積載量の計測器があり、一旦車両を止めて測るタイプのものと走りながらでも計測できるタイプのものとがある。また、計量方法も 車軸ごとに計量するものから一度に、すべての車軸を計量するものまで、様々である。施設内には測定の結果を知らせる案内表示があり、本線に戻っても良いか追加の検査が必要かを、ドライバーに知らせるようになっている。沿線の地方自治体が管理に当たるが、常設の評量所の他に、移動式の臨時評量所が設けられることがある。後者は一時的な検問所として、 通常の評量所から離れた地点に設けられ、常設の検問所を避けるドライバーを補足する目的がある。特設施設として設けられ、常駐の職員がいない場合もある。週間高速道路70号線、コロラド州内にある一般的な案内表示。この先に評量所があることと営業中かどうかを表示する。宗教付近に設けられたものは入校地点と呼ばれる。 それ以外では交通の要衝や貨物の出発点、到着点に設けられることが多い。当初は道路使用料の収知を主目的として設置されていたが、現在、当該業務は国際燃料税協定にとって変わられている。現在でも表量所で使用料を納入することはできるが、主な業務は通行税の監督、整備点検の確認に移っている。監督する項目は、 燃料税違反、重量オーバー、整備点検状況、超過勤務違反の確認等である。設置、管理は、連邦ではなく州が行うため、州ごとに監督項目に大きな違いがある。各州の交通局が高速道路交通警察隊や、州警察と共同で業務を担当し、関連放棄が遵守されているか確認する。評量書によっては同時に、積み荷の申請書。 車検証、走行記録の提出を求め、燃料税が納付されているか、国の定める、最長勤務時間を超えて運転していないかを確認し、トラックとドライバーに交通局の定める、初検査を受けさせる。こうした、初検査を表量書で済ませてしまうという州が多い。トラックドライバーの間では、鳥小屋とも呼ばれている。米国での最大重量は8万ポンドである。ただし、 自然に届け出があれば、これを超えて走行することも可能で、その場合申請した目的地まで有効な通行証が発給される。発給されるのは貨物を分割して運ぶことができず、他に輸送手段がない場合に限られる。通行証の発給を受けた場合には、一般に沿線の交通局及び警察と連絡を取り、護送用の車両を手配する必要がある。走行しながら、 重量を測ることができる州が多く、円滑な交通の妨げにならないよう配慮されている。重量オーバーが発覚した場合には前述の超過重量車両用の通行証が発行されるまで、本線に戻ることはできないことがある一方、重量違反の切符が発行されるだけで、超過重量分の荷物の域を求められるだけの場合、あるいはそのまま本線に戻れることもある。 重量オーバーには2つのケースがある。橋梁所での交通を円滑にするため、電子バイパス方式を導入した州が多い。プリーパス、ノーパス、あるいは単に AVI と呼ばれるもので、橋梁所とトラックの更新機を用いて必要な書手続きを行う。基本的に ETC で使われるものと同じである。更新機は各トラックごとに登録され、 トラックの識別情報が埋め込まれており、漂流所に近づくと、荷主、車両番号、総重量が送信される。加えて、基本的な安全整備情報も送信する。トラックが漂流所1マイル程度の位置に近づくと、高速道路上の受信機がトラックの情報を読み込む。同時に、本線上に埋め込まれた測りで、走行中に重量を測る。これによって、 車軸重量、総重量がそれぞれ計測され、法定積載量を超えていないか確認する。さらに、車検や整備状況をデータベースで照合する。漂量車の係官り間に走行速度とともに検査結果が伝えられ、トラックが通過しても良いか判断する。はじめの更新機を通過して0.5から1マイルを過ぎたあたりに2台目の更新機があり、ドライバーに向けて、 信号を送る。緑の信号の場合は、トラックは漂流所に入らずそのまま本線を通過する。赤の場合は、漂流所に入り通常の測定を行うことになる。赤が点灯するのは、重量オーバーか無作為の検査の場合が多い。無作為抽出の場合、ドライバーが検査に協力的だったか否かが記録される。この結果はドライバーが漂流所に入る頻度に反映される。 台湾にある漂流書。中国語でトラックは重量を測ることとある。ありがとうございます。